次が、これなんだろう。アンジュ、あのね、電車でね、アンジュの配信見とって聞こえんなって思ったら、イヤホンしっかり刺さってなかった。垂れ流しとった。死にたい。微妙な知り合いがおった。死にたい。めっちゃ見られた。死にたい。迷惑かけた。死にたい。アンジュ可愛かった。生きる。たった一つの光で頑張って生きてくれるの、ありがとな。いや、まあ、どの配信垂れ流したかによる、まあ、ね、確かに。まあ、でも、どっちにしろなんかちょっとはずいよね。配信見てるんだって思われるの。いや、まあ、でも私似たような話多分もうしたことあるんですけど、昔、なかなか起きられない時期があって、で、その、まあ、学生の頃ですね、もうかなり昔、中学生、高校生ぐらいの話かなと思うんですが、目覚ましの着信音をめっちゃ恥ずかしいのにしたら、やっぱ親に聞かれるから慌てて起きると思って、ガチャガチャキュートフィギュアットっていうエロゲの曲にしたんですよ。ガチャガチャキュートフィギュアットみたいなやつ。で、こんなん私親に聞かれたら死ぬから絶対すぐ起きるからそれ設定して、でも、ただ設定しただけだったら、切ってすぐ寝ちゃうかもしれないから、すぐ起きるような目覚ましアプリとして、5秒間、振り続けないと、起きない、起きれない、切れないってやつにしたんですよ。で、その結果何が起きたかっていうと、電車で一回鳴りまして学校行く途中の電車でガチャガチャキューってフィギュアーっとってなって、ガバンの中から必死に取り出して、突然電車の中で痛い曲流しながら携帯振り出すやべえやつになったっていう話ね。はい。めっちゃノリノリで痛い曲聴いてるやつみたいになった5秒間って結構長いんだなってのをその時に感じましたね。はい、みたいな話でした。マジで地獄だったねあれは。